実意志あずさは、日本のフリーアナウンサー。元新潟放送アナウンサー。元、NHK 静岡放送局契約アナウンサー。NHK 放送センターの契約キャスター。キャスタークリエイトジャパンに所属。静岡市清水区出身。成城大学文芸学部ヨーロッパ文化学科卒業。身長163センチメートル。血液型大型。趣味はアロマテラピー。 2005年、新潟放送入社。新潟放送在籍時には、ザニュース新潟のキャスターや、テレビラジオのスポットニュースを担当。また、同社の展開する、新潟キッズプロジェクトも担当。同社のホームページ内に、ブログも公開していた。2012年3月に同社を退社。同年4月、地元の静岡に戻り、NHK 静岡放送局の契約キャスターとなる。 静岡局では、神戸案里の公認として、静岡情報ランチのキャスターを務めるほか、土日のニュースも担当した。2013年、NHK 放送センターに転籍し、NHK 総合、情報丸ごとのキャスターを担当した。タレントの細田綾は、大学時代の同級生で、今でも交流が深い。フリーアナウンサーの黒木奈々とも交流があり、黒木が亡くなる。 数日前までやりとりをしていた。2016年8月23日より第一死出産のために一時休業していたが、2017年4月22日に復帰した。現在は夫と息子の3人家族である。ありがとうございます。